ジャンル・イグ・ザ・ビエ・フランソワ・ダルランは、フランスの海軍軍人、政治家。最終的に、フランス海軍の提督に進級、第二次世界大戦中は、ビシー政権の重要人物だった。ダルランは、ロットイコールエイコール・ガロンヌのネラックで生まれ、1902年に、フランス海軍士官学校を卒業、第一次世界大戦時には、砲兵中隊を指揮した。戦後、ダルランは、 フランス海軍に残り、1929年11月18日に、少々、1932年12月4日に、中将に進級した。1934年に、ブレストに司令部を置く、大西広司艦隊司令長官に就任、在任中の1936年には大将、そして1937年1月1日に、上級大将に進級。 同時に軍令部総長に任命された。1939年6月24日には彼のために特に新設された海軍元帥に進級、全フランス海軍の指揮を与えられた。1940年6月、パリがドイツ軍により占領された時、ダルランは国家元首権首相のフィリップ・ペタン元帥を支えた人々の一人だった。ペタンはその行動に報いるために ダルランに海軍大臣のポストを与えた。ダルランは素早くフランス艦隊の大部分の艦艇をフランス領北アフリカへ移動させた。イギリスはフランス艦隊がドイツ軍の手中に収まることを恐れ、7月3日メルセルケビール海戦においてフランス海軍を攻撃。フランス海軍は約1300名の犠牲者を出し、 艦隊は撃破されたが損害は旧式戦艦一隻のみであった。12月13日に副首相、ピエール・ラバルがペタンによって解任されると、ドイツ側からラバルの復帰要求が出された。ペタンは復帰については拒否し、強要されるのであれば辞職すると発言し、ダルランも同調するとした。ドイツはラバルの復帰は断念したものの、後継副首相に ダルランを指名するよう要求した。1941年2月9日、副首相、ピエール・エティエン・フランダンが辞職し、ダルランが新たな副首相となった。彼は、内務、国防、外務大臣を兼任、実質上の政府主犯となったが1942年1月、さらに他のポストをも支配、4月17日には、フランス陸海空軍の司令官に任命された。 ダルランは、ラバルに卵をくれというと卵しかくれなかったが、ダルランは鶏をくれたと言われるほど、好意的な対独協力を行った。5月11日には、ヒトラーと会談を行い、パリに定所締結などを通じて、BC フランスとナチスドイツとの政治同盟を促進した。しかし、ドイツ政府はダルランが、日和見主義であり、従順な忠義を装っていると疑うようになった。 1942年4月、ペタンは、さらなる対独協力姿勢を見せる必要があるとして、ダルランを解任、ラバルを首相とした。ただ、ダルランは、フランス軍の司令官、海軍大臣の地位は保持した。連合軍が統治作戦を発動する前日の1942年11月7日、ダルランは、ポリオの激しい発作のために入院していた息子を、訪ねるために、アルジェへ移動した。 この時ダルランは、アルジェリアの抵抗組織と連合軍のマーク・ダブル・クラーク将軍との間に、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルの手引きで10月23日、秘密協定が結ばれたことを知らなかった。同日アメリカの参事官から、上陸作戦が迫っていることを知らされたダルランは、ペタンに指示を求めた。ペタンからは、記念を全面的に信頼するという伝報があり、 ダルランはこれを連合国との交渉承認であると解釈した。11月8日正午過ぎちょうどに十分な武装を持たない400名のフランス人抵抗組織がシュディフェルークの沿岸砲とアルジェのビシーフランス大ジックス軍団を攻撃した。およそ15時間後、抵抗組織は両方の部隊の武装解除に成功した。その後、ジョゼアブルケル、アンリ・ダスティエデラビジョリ、 そしてジルマンジュス大佐の指揮下で、反政府勢力は、暗闇の中、総督府、県、参謀本部、電話交換局、弊社、警察本部などのアルジェの重要拠点を占領、BC 政府の軍隊、首都局の要員らを逮捕した。ダルランは午後7時に、アメリカ軍と停戦協定を結び、アルジェの軍司令官、ジュアン将軍も従った。 11月9日にダルランはペタンに再度電報を送り、休戦条件についての了解を得た。11月10日にダルランは北アフリカ全域に休戦を命じた。オランでは11月10日に、モロッコでは11月11日に停戦が実現した。ペタンは公式には北アフリカのビシー軍に抵抗を命じていたが、ダルランには秘密電報でドイツ側に対する、 時間稼ぎであると連絡していた。しかしこのことが元で、ビシーフランスが治めていたフランス南部は、アントン作戦により、ドイツ軍に侵略された。アフリカにおける大部分のフランス軍は、ダルラン式下に収まったが、一部の部隊はチュニジアで、ドイツ軍に合流した。11月27日、ドイツ軍に接収される前に、トゥーロンのフランス艦隊は自陳した。 11月13日にアイゼンハワーがアルジェに上陸し、ダルランとの間に協定を結んだ。この協定で北アフリカの行政権はダルランに北アフリカビシー軍の軍事指揮権はアンジジロー大将に与えられることになった。さらにダルランは北アフリカにおけるフランス国家元首権陸海軍総司令官に就任したと宣言した。新読 繁栄と見られていたダルランとの協定にイギリスは反発し、あくまで一時的な措置であると確認しようとした。また、自由フランスのシャルル・ド・ゴールも反発し、ダルランをフランス勢力結集の障害であると語っていた。ダルランは、ビシー時代の対独協力はやむを得ないものであったと釈明し、トゥーロンの艦隊自身はかつてのイギリスとの約束。 ドイツに官邸を引き渡さないことを守ったものだとした。12月20日には自由フランスの使者、フランソはダスティエ将軍がド・ゴールとの協力を呼びかけたが、ダルランは拒否し、ダスティエ将軍の退去を命じた。1942年12月24日午後、20歳のフランス君主主義者、フェルナン・ボニエド・ラ・シャペルは、アルジェのダルランの本部へ侵入、ダルランへ2回発砲した。 ラ・シャペルは、アンリ・ダスティエが率いる抵抗組織の一員であったとも言われるし、単独行動をとったとも言われている。ダルランは、数時間後に死亡。ダルランの地位は、陸軍の将軍であるアンリ・ジローが受け継いだ。ラ・シャペルは12月26日、銃殺刑に処された。ラ・シャペルの単独犯行には、数々の疑問が呈されている。アンリ・ダスティエの子で、 フランスはダスティエ将軍の老いにあたるジャンベルナール、ダスティエは次長、誰がダルランを殺したか。の中で、アンリ・ダスティエとパリハク・アンリが会談したことを記し、会談に同席したアンリ・ダスティエの妻ルイズは、パリハクがダルラン帝督を排除せねばならない、彼を消さねばならないと語るのを聞いたと10回している。パリハク自身は、この会談の存在を否定している。 一方、ド・ゴールの側近で後に政敵となったジャックス・スステルは、アルジェのド・ゴール派とパリハクによるダルラン退陣要求計画があったとしている。治療代償は、事件後、米国人たちは、ダルラン暗殺がド・ゴールのために協力した、永朝法機関によるものだと確信していた。今では、パリハクとド・ゴールの共謀があり、目的はパリハクの復権にあったと確信していると語り、 当時は、そのような見方が、アメリカ側に抱かれていたことを証言している。ジローは、ドゴール派の関係者を数名逮捕したが、カサブランカ会談から帰国した後に、ダルラン暗殺事件の真相究明は英米に、仏国内部の陰謀行為を示すことになり、英米の信頼を失うということにドゴールと合意した。語り、調査の目的は果たされ、英米も満足しているとして、 容疑者を全員釈放している。当時捜査に当たっていたアルベールジャン・ボワチュリー少佐はこの政治的決定に抗議して辞任し、1980年の著書でパリ・ハクト・ド・ゴールを訴追できるだけの基礎理由が存在すると語っている。イギリスの歴史家デイビッド・レイノルズは著書のインコマンド・オブ・ヒストリーにおいて戦中にロンドンを離れることがなかった。 イギリス秘密情報部長官、スチュワート・メンジーズが暗殺当時アルジェに滞在していたことを指摘し、ラ・シャペルとイギリス特殊作戦執行部が関係していたと推測している。アウステルリッツの戦いの戦勝記念祭の際に、アイゼンハワーに対して名誉中隊として、イギリスこの駅講師団のグレナディアガーズとコールドストリームガーズ両連隊から200名を提供してくれるよう依頼していた。 このことでダルランは存在であるとして連合国に嫌われていたとしている。ありがとうございます。